食事情報をチェックするチェックボックスのコーナーです。歌手でタレントの屋敷隆人さんが今月3日に亡くなっていたことが分かりました。64歳でした。やっぱすっげーねやっぱすっげーねやっぱすっげーねなどのヒット曲がある一方、本音のトーク番組で関西の視聴率男とも言われた屋敷隆人さん。しかし一昨年の1月、初期の食道がんで芸能活動を停止し、去年3月に復帰したものの、再び復帰への休養に入っていました。これ本当かなぁ、びっくりしたみたいな。お試しになるわ。チャンネル、選ぶチャンネルなくなるから。葬儀は個人の強い意志により、一層で済ませていて、忍ぶ会などの開催は異例だということです。